成田市は千葉県の北部中央に位置する市。印馬地域にある業務各都市で成田都市圏の中心都市であり成田商県を形成する商業中心都市。国家戦略特区、構造改革特区、国際観光モデル地区、国際会議観光都市及び拠点空港都市。財政力指数は日本全国813市区中第4位であり、 門前町の歴史的街並みは、日本遺産に認定されている。成田山新勝寺の表参道国際線旅客数、及び貿易学日本最大の国際拠点空港である。成田国際空港を有する国際ビジネス、イノベーションの拠点空港都市である。初詣の寺院参拝客数日本一の成田山、新勝寺などで知られており、 市の観光入り込み客数は推計で約1319万人、宿泊客数は約308万人を記録する日本屈指の観光都市でもある。法日観光客がよく利用する書位、ゴールデンルートと称される、関西国際空港大阪京都名古屋、富士山箱根東京成田、成田国際空港法日観光コース上の拠点となっている。また、 観光庁による広域観光周遊ルート形成促進事業の広域関東周遊ルート東京県大回廊においても江戸回廊ルートとして組み込まれている。古くから成田山新勝寺相互霊堂の二大霊城を有する門前町として栄えた。明治時代には宮内町下佐御領牧場が置かれるなど1950年代まで 観光と農業の振興を二大施策とした純農村型都市であった。1960年代に入ると、市の南東部に成田国際空港の建設が決定され、1978年の空港開港や日本の高度経済成長期とともに、成田市の地域が拡大し、経済発展の影響から産業構造に多大な変化がもたらされることになる。現在では、 農業人口は減少し、都市均衡農業型へと転換している。その反面、ゴルフ場や空港関連のサービス業など、第三次産業が生まれ、新たな雇用が創出された。また観光面にも力を入れており、成田山新勝寺では、正月三が日だけで270万人、年間4000万人とも言われる、参拝客で賑わう。成田空港における、 航空機の騒音であるが、成田市街地からは離れた、給料部に位置しているため、航空機の騒音被害をほとんど受けない地域も多い。航空機の騒音被害を受けるのは、空港の滑走路周辺と航路直下である。空港用地の大部分は成田市に属するため、固定資産税などの関連税収は成田市に入ることが多く、財政の豊かさは全国有数である。 しかし、空港用地の一部がかかる芝山町などの被害は見過ごされがちであるのに対し、空港利益を独り占めしているという批判もある。現在、地域と共生する空港づくり掲げ、航空需要の増大に従う騒音問題などに向き合っている。1986年には、東京一極集中の回避を目的とする業務各都市に指定され、千葉県からは、 千葉新産業三角構想の中核都市として位置づけられている。国の構造改革特別区域法に基づき2003年4月21日に国際空港特区、同年5月23日には国際教育推進特区に認定された。2006年3月27日、香取郡下宇佐町、大栄町を九州編入した。東洋経済新報社による 安心度、リベンド、快適度、浮遊度の4つの観点から住みやすい都市を評価する住みよさランキングでは2009年度全国総合1位の評価を受けている。また、通勤圏を考慮した新方式では東京都稲城市に次いで2位の評価を受けている。千葉県の北部中央に位置し都道府県庁所在地の千葉市から約2 5トルの距離である。 東京都の都心から50の60キロメートル圏内である。成田市の中心市街地から成田国際空港まではさらに約5キロメートル離れている。下宇佐大地に位置し、成田山新勝寺及びその門前町を中心に展開している。面積は213.84平方キロメートルで県土の4.1%。市の南西部に門前町とニュータウンが 南東部の丘陵地帯に成田国際空港がある。これらの地域郊外には農業地帯が広がる。市の西部にある陰馬沼、北辺の茨城県との県境を流れると根川から農業用水の取り込みを行っており、重要な水源でもある。市千葉県北部中央の北総大地に位置する。標高は最低標高の1メートルから、 最高標高の42メートルとなっている。成田市の地域の5分の3の面積は、海抜10メートルから海抜40メートルの丘陵部であり、関東ローム層が地表を覆う高層な大地となっている。残りは、インバマやネコナ水系から入る、新食国による平らな低湿地帯であり、土地利用も全く異なる。第一部では、山林と畑が混在し、 野菜畑や落花生畑、牧草地などに、低地部は豊かな水に恵まれ水田に利用されてきた。現在も美しい田園風景が広がっている。また、下草台地の崖下に市街地が広がっており、休憩者地の崩壊による災害の防止に関する法律に該当する休憩者崩壊危険区域が市内に68カ所ある。 成田層が雨水によって侵食され、古血粘土層との間に滑りを生じ、関東ローム層と共に崩壊する事例が台風などによる大雨により発生することがたびたびあり、擁壁港などの整備が進められている。地域工房、東西2 0 1トル南北1 9 9トル、自然一級河川、利根川、大須川、猫長川、墓根永和羽根木長川、尾羽川、 荒海川、小橋川、鳥川、東川川、波仙東川、流大川湖城、北インバ沼、坂田地、弁天池、馬体池、西池、朝町年間の平均気温は14.2度、年間降水量は1429.1ミ、mm、リメートル。年間通して比較的温暖な気候に恵まれる、千葉県の中では気温が低い。1月の最低気温の平均は、 千葉市で1.9度に対し、マイナス2.4度。毎年氷点下5度以下を記録し、年間の0度未満の冬日日数は50から80日ほどであり、千葉県の沿岸部とは大きな気候の違いがある。過去最低気温は1984年1月20日にマイナス10.7度を記録している。春から夏にかけて、南西の風が強く吹くことが多く、 夜間に放射霧が発生する割合が高い。霧が発生しやすい理由として、内陸性気候で気温の比較差が激しく、周辺の利根川、インバ沼、中小河川、高地や水田などが多湿な状況を作り出していることが挙げられる。猛暑日、最多日数、8日冬日最多日数、86日、成田市内に、香取郡多古町一桑田の飛び地が存在する。 成田の地名の由来には諸説ありなどの説がある。成田市の歴史と、旧市モウ町、大英町の歴史とは別項目に分けることとする。船塚古墳成田付近には、旧石器時代の約3万年前から人間が居住していたことが、空港建設に伴う発掘調査によって判明し、発掘された、楕円形石符は、千葉県内最古の遺物として位置づけられている。 縄文時代の南、羽鳥中ぐき第一遺跡では、人頭系土製品などが出土し、国の重要文化財に指定されている。また、関東地方最後の大貝塚である荒海、貝塚などがあり、縄文時代最後の土器とされる荒海式土器が発掘され、国立歴史民族博物館の調査では、稲作の可能性が明らかにされている。 西暦三世紀終わり頃の古墳時代、市内には多くの古墳が出現した。近隣の龍角寺古墳群や日吉草古墳群を含め約340基の古墳が存在する。成田市は水運に恵まれ、大和王県にとっては重要なルート上に位置し、政治、軍事、経済上重要な地域だったとされる。地域では成田ニュータウンに位置する船塚古墳が 全国的に有名であり、周堀と土手を巡らした完全な姿は異様である。また、古墳用の埴輪を焼いた上り釜が、古墳のすぐ近くで発見されたが、成田ニュータウンの造成により消滅した。千葉県内には他にもう一箇所、木更津市旗沢に、旗沢埴輪カマートが発掘されたのみで、貴重な遺跡であった。古文書に、 成田市域の地名が出るのは755年、万葉集に陰波群上無事化を落とし、羽生軍大友部朝良佐の歌が見える。羽生軍は成田市近辺と推測される。万葉集第20巻4392番より和歌の詳細については以下を参照。万葉集第20巻4392番より成田の文字が確認されるのは、 1408年、成田村幼児の聖観の菩薩座像体内に、成田号応永15年の命が見える。940年上平天行の乱が平定され、新商寺が創建されたと、同時演技では記される。下宇佐五両牧場事務所江戸時代中期、成田は、門前町としての色を濃くしていった。参拝者の増加とともに、飯屋や、居酒屋などが次第に専業化していった。 記録によると、1701年には、旗子が1軒もない農村であったが、1843年には、旗子32軒となっている。タバコ、刀剣の軒、神偉、昇鎮、ろうそく、傘、下手屋などがあり、江戸との間を結ぶ成田街道をはじめ、利根川の絹菓子、日立国を結ぶ滑川河川、香取、沢芝山、 九十九里などを結ぶ道などが集中する交通の要衝として栄え参拝者以外の旅人でも賑わった。1881年6月及び1882年6月に明治天皇が千葉県下の下宇佐市築城へ行幸する際に成田山を安在所と定めた。境内には明治天皇成田安在所の石踏みが建てられている。1871年に 旧成田市域は、印ン県に属し、1873年千葉県に、統合された。1876年の大工商区小区制では、第10区11から16小区に属す。明治11年、羽生軍は、下羽生軍と解消。印ン郡軍津神殿が、弥生村に、下羽生軍、成木神殿が、高津村に編入され、1897年、下羽生軍が、 インバ群へと編入され、旧市域はすべて、インバ群となる。江戸時代に桜七牧と呼ばれた馬の放牧地があり、明治時代に入るとそのうちの一牧鳥か牧に、牧葉場が開場した。以後、区内町管轄となり、下唄五両牧場の基礎輸入品場で知られる、下唄五両牧場となる。この頃から、下唄大地の桜牧や小金牧などで開墾が、 行われ始め、成田の143は、その13番目の開墾地名である。成田山新勝寺明治天皇成田安在所明治以後は観光の振興に力を入れ、交通の整備が急速に進んだ。それ以前は、東京から成田まで、片道2日の工程が普通であったが、乗り合い馬車の整備により半日で、到達可能になった。また鉄道施設の機運が高まり、 1901年、成田鉄道により成田阿鼻子が開通、日本鉄道と接続し、上野駅に直結させた。1910年には、青州電気軌道により、成田門前井成田駅に、喧嘩発の電気軌道が運行を開始する。大正末期には、成田駅の乗降客数は、千葉駅に次ぐ千葉県内、第2位まで増加した。明治期の成田は、 成田山山系の恩恵を受け、特に活気に満ちていた。しかし急速に交通網が整備されたため、山景客が増加する反面に日帰り客の増加を招き、旅館業者の宿泊客が奪われ、転業するものが増えた。もっとも、産業自体は活気に満ちており、この頃登場し、現在でも成田名物として、有名な、立用館など、薬、酒。 タバコ、飲食、料理、土産物屋などが、賛同に店を連ねた。町の発展に伴い、千葉郡にあった、物産陳列館も成田町に移され、省立千葉県物産館が開館した。また成田町には桜警察署成田文書、桜裁判所成田出張所成田郵便局、第二銀行、九十八銀行、各保険会社の代理店などが置かれ、 原子域の中枢としての機能を有していた。大正時代に入り、第一次世界大戦によってもたらされた活況や、その反動により起こった強行にも、成田の産経客数には関係なく、宿泊客数も増加した。この頃から、成田ガス会社によって、市内にガストが灯るようになる。しかし、静州電気軌道による、 伝統用電気供給により、以後がストを圧倒していった。成田の経済を象徴するものとして、この頃成田銀行が一時経営不振に陥るが、その後川崎銀行の下で経営を再建、市内の中小銀行を併合し、総武銀行、千葉合同銀行と会、解消後に、現在の千葉銀行となる。対象期、成田は、 第二次世界大戦前のピークを形作る。戦時中、江戸時代、成田さんの二王門再建工事をしていた大工、辰五郎が誤って、高い足場から転落したが、成田さんの焼き印をしたお守りが二つに割れ、お不動様の霊言により怪が一つなく助かったという、地域内の言われから、出兵兵士たちの間で、成田さんの身代わり札が流行した。 太平洋戦争末期、戦争の長期化により、物資の不足が深刻化すると、成田山公園に設置されていた銅像や、洋館の看板、不要不急線として、成田鉄道の鉄道線、ついで機動線が廃線と成り国に供出された。また、市内に直接的な空襲被害はなかったが、1945年2月、弥生国民が校校舎に米軍機が撃墜され、 墜落。校舎が全焼する事件が起き、米兵の引き渡し騒動など一部混乱は起きたが、特に害はなかった。1945年8月15日、終戦を迎えたが、相次ぐ凶作や急激な物価高騰の影響を受けて、戦時下より一層生活困窮に陥った。また、消息不明未帰還者が相次ぐなど、市内にも、 戦争の残した爪痕は決して少ないものではなかった。成田国際空港周線後、1953年に町村合併促進法が制定され、翌年の1954年3月31日、成田町、高津村、中郷村、九十村、豊住村、円山村の一町六村が合併し、成田市が誕生する。成田は、 田園観光都市として農業を中心とした都市形態であったが、1966年6月22日の新東京国際空港建設計画の発表、それに続く佐藤栄作内閣による7月4日の閣議決定によって町は一変することになる。空港建設の決定に伴い市議会は即時空港建設反対の決議をしたものの、翌月には 決議を白紙に戻し、空港建設を積極的に協力する姿勢を打ち出した。しかし、計画地近辺の地元住民らを中心に、何の説明もなく、意見を無視し、国家権力を振りかざした、新空港建設に、激しい憤りの声が上がった。市民の間では、空港建設に対して賛否が分かれ、閣議決定に前後し、 地元の約1000戸3000人もの住民によって三立家、芝山連合空港反対同盟が結成。1968年には、反日協計全学連などとともに決起集会を共催。反対闘争は強化され、ついには死者を出すなど、深刻な社会問題と発展し、現代史に残る三立家闘争や成田空港問題となる。 相次ぐ流血の惨事に、成田市では、暴力行為の排除と信仰の町成田の平和と、繁栄のために、市民の協力を願うとの主の声明を出す。こうした、混乱の中、1978年5月20日、全国から約1万3000人の機動隊員が、動員され、限界態勢の中、現在の成田国際空港が開港した。その後、 空港関連事業として、東関東自動車道の開通、内陸工業団地、成田ニュータウンが、千葉県北総開発局によって造成され、現在では、ベッドタウン化が進んでおり、人口も増加傾向にある。また、近年では、百貨店や大型ショッピングセンターが市内に立地し、北総地域の商業都市としての一面もある。しかし、政府による、 空港建設の強行は、地域住民、日本国政府、地方公共団体との間の信頼関係を崩壊させ、幼稚買収も進まず、成田空港は、開港から35年以上経つ今日でも、完全開港がなされていない。成田山海紀1070年祭備港方言成田の方言は、利根川下流地域で使われる言葉である。死、魔性、ま、だろう、あるいは、 でしょう、など、話し手の意思を表すのに、べがよく使われる。この、べも場所により、だっぺや、だべえと違いが見られる。また、単語にも、地域の特性を持つものや標準語に近いものがある。しかし、最近では方言を使う人は減り、使用されているのは一部地域のみである。2002年12月15日に、 成田地域二合併検討協議会が初会合を開催2003年2月22日に成田地域二合併検討協議会で富里市、下宇佐町、大栄町、多古町、芝山町、栄町、神崎町、栗本町、横芝町,町、蓮沼村の西八町一村が法定協議会の規約を承認して翌月の参加各市町村の定例会に 法定協議会設置の議案を提出することになった。合併における争点の一つは、成田空港関連の固定資産税などの税収入をほぼ独占している成田市と騒音問題を抱えているにもかかわらず、空港収入が少ない周辺市町村との温度差であった。合併の枠組みは、松尾町が 三部地区の合併協議会へ参加したため離脱し、西八町市村による議論になったが、2003年3月5日に、成田市議会が11市町村での法定協議会設置を否決して、市長の小川国彦が辞意表明し、空港圏合併任意協議会は解散した。空港関連収入の取り分が少なくなることを嫌って、その後成田市は、 成田市への編入合併を前提に、富里市、香取郡下宇佐町、大英町、多古町及び芝山町に対し合併協議参加を呼びかけたが、富里市、多古町、芝山町は新設合併を主張し不参加。結果、2006年3月27日に、下宇佐町と大英町を編入することが決まった。成田市が、 富里市との新設合併を拒否した理由として、財政展望が明るくないことに加え、成田空港建設当時、富里、八幡地区への空港建設案があり、両町村が激しい空港建設反対運動を展開したため、成田市への建設が閣議決定された経緯がある。現在の成田市は1954年に新設合併で誕生したものである。 それ以前の成田町については、当該項目を参照。1954年の市政施行当時の人口は44,724人であった。その後、成田空港関連の雇用創出により人口は増加を続け、2005年には10万人を突破した。2006年に、下宇佐町、太平町を併合し12万人を超えた。 2015年の国勢調査で13万1190人を記録して以降は横ばいとなっている。総数、谷、一各年10月1日現在平成27年国勢調査より、前回調査からの人口増減を見ると、1.75%増の13万1190人であり、増減率は千葉県下54市町村中10位。 60行政区域中13位。歴代市長業務格都市基本構想等強権の都市問題解決を図るため、業務機能をはじめとする初期能の,の適正配置の受け皿として、地域の広域中心都市となるべき都市が業務格都市に指定された。千葉県では、千葉市を中心とする区域、 木更津市を中心とする区域、成田市を中心とする区域及び千葉ニュータウンの中央部、東部の区域、柏市を中心とする4つの区域が業務各都市として位置づけられている。県は多極分散型国土形成促進法に基づく成田、千葉ニュータウン業務各都市基本構想を策定し2004年3月23日首務大臣の承認を得て、 同年4月6日憲法に告示した。今後は、本基本構想に基づき、成田地域と千葉ニュータウンの中央部、東部の地域、白石を一体の業務各都市として、国、県、地元市町村等と連携を図りながら、積極的に育成整備を推進していくことになる。産業政策千葉県では、 1983年6月に千葉新産業三角構想を策定した。これは県内陸部への先端技術、産業導入推進による工業構造の高度化と均衡の取れた地域構造の実現を目指すものとして推進されてきた。その後、1994年に千葉新産業ビジョンを策定し、県内の国際産業母都市化を目指し一定の 成果を収めてきたが、国際化の進展、人口減少社会への移行等の課題に対応し、新たな県の産業振興の戦略、指針として、千葉新産業振興戦略2006年6月に策定した。これらを基本に、国際交流拠点として、工事の都市機能を備えた、国際空港都市の形成を目指すとされている。 現在、成田国際物流複合基地の事業が進められている。また、近隣の臨空工業団地では、現在100を超える企業が立地し、拠点性が高まっている。千葉新産業振興戦略千葉県では、7地域の潜在力、可能性戦略として、東括地域、京王臨海地域、かず地域、千葉地域、長生、三部地域、安房周辺地域、 成田周辺地域を核として産業振興を図るとしている。成田市が含まれる成田周辺地域では物流産業の集積と首都圏の食料生産供給の効率化の推進として空港関連産業、国際物流、新ロジスティック産業が集積するほか首都圏の食料供給基地としての役割を担うとされている。具体的な政策として 物流施設立地促進のためのインフラ整備、規制緩和、効率的な物流システムの構築が進められている。歳入のうち市税が、全体の55.3%を占める。その中でも、固定資産税の比重が高く、固定資産税全体の64.4%にも、及び、成田国際空港や、関連機関の法人などからの税収が多いことが、 起因しており、増加傾向にある。しかし、住民税は、景気低迷とその対策として実施された、大規模な特別減税や、高級的減税の影響が大きく、評価外及び、大規模焼却資産に対する喧嘩税が発生した、ことに伴い減少している。また、市税全体の推移を見ると、平成10年に落ち込み、以後微増傾向にあったが、 平成14年度以降減少傾向である。財政力指数地方公共団体の基盤の強弱を示す財政力指数は平成23年度1.35である。この数値が大きいほど財政力が大きく、1以上の場合極めて健全な財政とされ、地方交付税は交付されない。形状収支比率形状収支比率は収入に対し人件費や扶助費など、 毎年出ていくお金の割合を表したもので、その平均値は80%とされている。成田市は平成16年度78.3%となっており、県内平均は80%を大きく超える91.4%となっている。年々増加する社会福祉費や生活保護費などにより上昇傾向にある。ラスパイレス指数全国市町村職員の 給与水準を示すラスパイレス指数では、平成24年度111.8と、全国で12位の高さとなっている。また県内では、君津市、香取郡神崎町、市川市、鎌ヶ谷市に次ぐごいである。行政組織寿司職員数は1178人、役所下宇佐市所長者成田国際空港警察署、成田市消防本部警察消防裁判所治安。 事故成田市の治安状況は、成田空港の影響もあり、平成14年度の警報犯認知件数4042件を記録し、平成15年より治安悪化の煽りを受けて、成田防犯連合会が組織され、犯罪の予防警戒、自主防犯活動、青少年飛行防止及び健全育成のための活動などが行われている。また、成田市交通防犯課では、 防犯パトロールカーで市内を巡回し防犯を呼びかけるアナウンスを流すなどし、現在は認知件数は減少傾向にある。国の機関空港関連機関圏の機関、成田ナンバー国の規制緩和により、ご当地ナンバーが認められ、2006年10月10日から成田ナンバーが導入された。対象地域は成田市、富里市、三部市、香取郡神崎町、多古町、 三部郡芝山町、横芝光町である。なお旧ナンバーは、千葉。当初、小林治市町は、ローマ字での、成田ナンバーの創設を要望したものの、地域名は、漢字二文字という原則により2005年7月29日、成田ナンバーと決定した。排気量 125cc 以下の二輪車については、ローマ字、成田の兵器が認められ、 2006年3月27日の新市発足と同時に交付された。市議会議員定数は30名。市議会議長は上田信弘副議長は海保刺激となっている。会派構成議会の組織議会運営委員会のほか、常任委員会が4つ、特別委員会が設置されている。衆議院参議院。 第一次産業成田市公設地方、卸売市場公設の地方卸売市場である、成田市公設地方卸売市場がある。国家戦略特別区域に含まれることが決定した、ことから、市場内で権益、通貫などの輸出手続きを、ワンストップ化し、迅速化を図るなど、国際物流拠点としての機能強化の実証試験も行われている。かつては、 農業が盛んであり、近郊農業の中心地の一つであったが、1960年代以降農業従事者は減少している。組合第二次産業製造基地としては、成田空港周辺の工業団地群があり、成田市には三つの工業団地と一つの物流団地がある。これらの工場は成田空港と密接に関連している。製造品出荷額では、 千葉県内第17位である。製造業4921人、建設業3013人、工業21人、従業者4人以上の事業所、第3次産業成田国際空港株式、会社本社ビル、成田市で最も多いのが、3次産業への従事者であり、成田空港関連事業の大半がこれに含まれる。サービス業六百三十九人卸売。 小売業、飲食業1万1567人運輸、通信業8029人、公務3394人金融、保険業1128人、不動産業463人、電気、ガス、熱供給、水道業272人、明治期の文明開化の煽りを受けた頃、成田には、レンガ商生に向いた粘土が、身近にあり、成田には、レンガ建築が、 県並び、かつては、成田山に向かう、表参道の中町坂道も、レンガ舗装されていた。対象の関東大震災以降、レンガの弱点である耐震性が露呈し、衰退していったが、現在でもその面影を、市内で見ることができる。また、香取郡高岡村高田の粘土で作られたレンガは、長子市に立つ、犬坊崎灯台建設の際、 実に19万3000枚が使われた。約130年を経た現在でも立ち続ける灯台は、高度な設計と良質なレンガでこそ成し得た技である。下佐鬼瓦かつては、工芸品の下佐鬼瓦も重要な産業の一つだったが、今では、千葉県下唯一の鬼瓦工場がこの町に残るのみとなり、 千葉県の伝統的工芸品に指定されている。成田国際空港、成田五番街、ボンベルタ百貨店、いわエルム成田店北総地域の商業は、成田市を中心として、成田証券が形成されている。千葉県の平成18年度消費者、購買動向調査では、成田市の人口12万2776人に、対し、証券地域市町村数9市7町に村、 証券人口89万2487人。消費吸引人口27万2359人。消費吸引人口率221.8%となっており、千葉県内で最高消費吸引人口率となっている。また、周辺の市町村にもその効果が波及し、大型店舗の立地も進みその拠点性を高めている。一方で、 競争の激化などからオリンピック成田店が撤退するなどしている。なお、平成18年にジャスコ成田店が撤退したが、平成27年にイオンタウン成田富里がほぼ同じ場所にオープンした。成田国際空港の商業施設売上高は1246億円に達する。流通関係者の間で成田国際空港は売上高日本一の ショッピングセンターとして知られている。ショッピングセンター業態として1000億円以上を売るのは、成田国際空港だけであり、ガラ,ラポート東京米、ラゾーナ川崎プラザなどの有力ショッピングセンターを抑えて頭一つ抜けた規模になる。合併による行政人口が増加したため、結果として前回調査時より低下している。市内に本社、本店を置く。 企業市内の主な工場、事務所成田空港の貨物取扱い量は約224万トンで世界第3位と世界有数であり、成田市や近隣市町村には多くの物流基地が進出している。現在、千葉県の成田国際空港都市構想の一環として成田国際物流複合基地の整備が進行している。 ここ数年の貨物取扱量はほぼ横ばい状態が続いている。市内の主な物流拠点、ANA クラウンプラザホテル、成田あるじに成田空港利用者や航空会社クルー向けのホテルが多い。成田駅周辺には成田山への観光客を主要客としてきた旅館やホテルなどが多いが成田空港にもほど近いため外国人観光客の宿泊客も 増加傾向にある。外国人登録者数は約2400人であるが、海外からの観光客や空港関係者も多く、市内の街中では様々な言語が飛び交う。また、市内の外国人登録数は年々増加傾向にある。関陽市サンブルーの市インチョン広域市中区医遊市、ネストベズ市フォクストン東園市成田市は大まかに、 成田山新勝寺の門前町、ニュータウン地区、空港地区、農村地区、工業団地地区に分かれる。市内の地域区分は、市政施行以前の町村区分と平成の合併以前の町で、地域区分されている。新勝寺門前町成田駅及び京成成田駅から、成田山新勝寺にかけての地区。成田市の旧市街地にあたる地域で、地元では、町中と呼ばれている。 昔ながらの成田の住民が多い。週末や祝日は、成田山新勝寺の参拝客で賑わっている。大きな参道としては、表参道、新参道、電車道がある。このうち、最も大きい参道が、表参道であり、京成、JR 成田駅から、成田山新勝寺までの約1キロメートルの道の、両脇に、成田名物の洋館、地酒、鉄砲付け、 川魚のつくだに、うなぎや、土産物屋や、登録有形文化財に登録されている大野や、旅館など、約150店舗ほどの店が並ぶ。人の往来も激しく、道幅が狭いため、車道は二輪車、軽車両を除く片側一方通行となっている。2004年には、表参道の電線地中華工事が終わり、商店のセットバックによる、 歩道幅の拡張やファザードの改築など、景観に配慮した町づくりが行われている。また、2005年9月30日、表参道の一部でもある、成田市上町地区が、国土交通省の平成17年度とし、景観大賞、美しい、町並み優秀賞を受賞している。新参道は、成田山新勝寺から国道51号線にかけての、 参道であり、成田山交通安全祈祷殿や成田山新勝寺の参拝客用駐車場があり、マイカーで成田山新勝寺に訪れる参拝客用の参道となっている。また、電車道は成田山新勝寺から京成成田駅方面にかけての参道であり、かつて千葉県内初の電気軌道、青州電気軌道が路面電車を運営していた路線の名残である。 現在でも、明治時代に作られた赤レンガのトンネルなど、かつての面影が残っている。これらの地区は JR 成田線と、京成本線に挟まれるような形になっており、他の地区から孤立した、市街地になっている。ニュータウン地区空港地区現在の成田市の顔とも言える、地区。空港通り、新空港道を挟んで、ホテルの高層ビル群が立ち並び、空港を囲むように、 空港関連企業、物流団地、貸し駐車場、病院、公園などが位置する。一つの街を形成していると言っても過言ではない。成田空港と空港関連企業の従業員数を合わせると、約4万6千人もの雇用を生み出しているほか、空港周辺道路などのインフラも整備された。またメディアへの露出が高く、この地区が登場するドラマが放映されるたびに、 新しい観光スポットが生まれる状況である。未だに一部周辺住民の反発は根強いものの、ニュータウン地区と並んで拡大が続いている。農業地区上期3つの地区を囲むように存在している。地区。三立塚闘争で一躍全国区になった三立塚も、この地区である。成田市の農業人口は1950年代から徐々に減っており、現在では、 昭和中期の1、3程度になっている。全国的な農業離れのほか、ニュータウン地区と空港地区の拡大も大きな要因となっている。かつては、首都圏の近郊農業の一翼を担っており、京成電鉄では行商専用列車を仕立てていたが、1998年からは、朝の電車1本のうち1両だけが、行商人専用に充てられているのみとなり、 2013年に、行商列車は廃止された。離農された農地は、ゴルフ場などに転換されているが、無人化した農地へのゴミや、産業廃棄物の不法投棄が問題になっている。士官境対策課の職員や、地区の関心、警備会社などによる、不法投棄パトロールや、移動式監視カメラなどで不法投棄不法残土投棄などの警戒を強めている。 工業団地成田市には、野毛平工業団地、豊住工業団地、大英工業団地の三つの工業団地がある。また、物流団地である成田新産業パークがある。地域格差の是正と空港の騒音化利用計画の一環として造成された。また、機械工業を中心とした、非郊外型企業のみという珍しい工業団地でもある。 成田空港を介して輸出入される製品を取り扱っている。従業員はほとんどが地元雇用者であり、こうした工業団地群は成田空港周辺市町村に多く見られる。成田郵便局郵便局郵便番号成田市、コミュニティバス成君平成時代のゆるキャラの一つ。成田市のマスコットキャラクター。成田市特別観光大使。 上下水道成田市は、3つの水道が供給されている。成田市営水道は、市内15カ所に設置された井戸水と、利根川の漂流水の2つを水源としており、井戸水と漂流水を混合し供給している。また、同じ市内でも、供給元の違いにより、水道料金に格差が生じている。成田市の上水道普及率は82.8%で、ある。 千葉県の上水道普及率は94.7%であり、近隣の富里市83.1%、栄町91.1%、四水町92.2%、多古町98.1%を下回り、普及率は低いと言える。成田市の下水道普及率は73.8%である。 千葉県の下水道普及率70.7%を上回っている。しかし、旧下宇佐町、大栄町の下水道が未着手であり、市長合併以前の普及率82.6%から、大幅に普及率が低下した。成田市の汚水は、陰馬沼流域下水道を流れ、陰馬沼流域の15市町村の汚水とともに、花見川終末処理場と花見川第2週末、 処理場に集積、処理し、東京湾につながる河川に放流されている。また、成田市の雨水は、それぞれの地区の自然流管により、雨水幹線通り、猫長は、小橋川、江川及びその他河川へ、自然放流されている。平成22年度の平均寿命は、男性が80.3歳、女性が86.6歳となっている。 平成25年4月現在、65歳以上、の人口は24,321人で、総人口比の高齢化率は18.6%で、あり、千葉県内35位である。成田赤十字病院二次医療圏としては、インバ医療圏である。三次医療圏は、千葉県医療圏。医療提供施設は特質性の高いもののみを、記載する。 構造改革特区に指定されており、成田市国際教育推進特区構想が認可されている。学校教育施設千葉県立成田、西梁高等学校千葉県立成田、国際高等学校成田高等学校、付属中学校大学専修学校高等学校、義務教育学校中学校私立中学校は、防音校舎私立中学校小学校私立、小学校は、 防音校舎私立小学校幼稚園私立、幼稚園私立幼稚園海外帰国子女、外国人子女、障害児童教育学設置校の詳細については、成田市役所教育指導課へ。児童福祉施設私立保育園私立保育園、公共職業能力開発施設職業能力、開発短期大学校障害学習施設成田国際文化会館は、 財団法人成田市教育文化振興財団が運営している。ホールコミュニティセンター公民館、地区会館図書館成田山仏教図書館、成田市立図書館は1984年10月27日、市政30周年記念三大授業の一つとして開館した。開館当初、まだ珍しいコンピュータによる蔵書の管理を、 導入するなど、規模と設備において、全国有数の規模と言われた。その後、各公民館の図書室は、成田市立図書館の文館となった。詳しくは、成田市立図書館公式ページを参照。体育施設その他、学校教育施設開放などがある。成田市は2004年11月7日、スポーツ健康都市宣言を宣言し、 健康な心と体を育むスポーツを積極的に推進している。航空機によるテレビ受信障害を防ぐため、1993年11月18日、成田テレビ中継放送局が成田潮袋に開局された。このテレビ放送中継局は、東京タワーからの電波を受信して UHF 電波として再送信している。受信できる範囲は、 成田市を含む57,230世帯となっている。また、高さは200メートルと成田市で一番高い建物でもある。その他、わらテレビ中継放送局、下宇佐光テレビ中継放送局、江戸崎テレビ中継放送局があり、全4施設で約8万世帯を対象としている。 2011年7月24日の地上デジタル放送への完全移行後は航空機によるフラッターの影響は受けにくいということから2015年7月より鉄塔の解体作業が行われているが天候や場所によっては地上デジタル放送を受信できない場合もあり問題も残されている県域放送局である千葉テレビ放送は当地に中継局を置いておらず宮山 千葉本局を受信している。放送局成田テレビ中継局送信設備新聞社、フリーペーパーポータルサイト、成田国際空港第一ターミナル拠点空港、東京都大田区の東京国際空港にも、リムジンバスや鉄道を利用すれば、乗り換えなしで行くことが可能。成田国際空港のアクセスアクセス、改良計画成田駅成田空港駅、 高図の森駅東日本旅客鉄道、京成電鉄芝山鉄道関東の駅100線、鉄道施設鉄道愛好者団体成田駅バス、停留場成田空港バスターミナル、成田空港ターミナル循環バス路線バス高速バス、大阪町市線犬吠号、トネライナー、八日市場駅、捜査市役所ルート京成成田駅、東京ディズニーリゾート線。成田空港へのアクセスバス深夜 急行バス新橋駅成田線、新橋駅西船橋、千葉ニュータウン、成田線新橋駅から新松戸、千葉ニュータウン、成田線銀座駅成田線早朝直行バス、成田市内東京駅、浜松町線成田市内成田空港線東、関東自動車道空の駅桜間成田さんの、初詣や、市内の大型ショッピングセンター、成田空港や、関連企業、 鹿島臨海工業地帯への大型車などの車の流入が多いのが特徴。国道51号では、成田山入口交差点が主な渋滞箇所。特に初詣期間中は、断続的に数キロメートルから十数キロメートルの渋滞も見られる。また、国道51号の千葉区間では、成田市の寺台地先が最も交通量が多い。国道408号では、 大型車の通行できる、平行道路がなく、成田ニュータウン、筑波方面、阿孫湖方面、成田空港方面などを結ぶ、主要道路が交わる、土屋交差点が主な渋滞箇所。近年、近隣の大型ショッピングセンターの開店に伴い、休日の渋滞が増加したが、交差点改良工事により若干改善した。高速道路一般国道橋梁空の駅成田市の、 数字盤設置交差点市中心部の交差点信号機に1から17の数字盤が設置されている。これは成田山新勝寺への初詣客や警備にあたる県外からの応援警察官などへの道案内用として設置された。全国的にも栃木県日光市の絹川川路温泉周辺しかなく事例が少ない。成田市に残る道路原表成田市は 周辺市長一市二町となりた国際観光モデル地区に指定され、また国際会議推進を目的とする国際会議観光都市にも認定されている。2003年度に成田市を訪れた観光客数1293万人。そのうちの約9割が成田山新商事や総合霊堂などの社寺参拝客、催し物観光客であり、その他は ゴルフ客などによるものである。2007年3月15日、市内の観光名所をめぐる観光循環バスが、運行を開始した。路線バス参照。主な、入り込み数と千葉県内順位北総4都市、江戸気候成田山新勝寺の表参道江戸を感じる、北総の町並み、100万都市江戸を支えた江戸近郊の4つの、代表的町並み群級を拝見や、 住宅成田夢牧場その他の観光スポット公園、庭園成田山書道美術館博物館米屋、総本店成田祇園祭春3.45月夏6.78月秋9.1011月冬12.12月2017年4月時点の対象者は以下の通り、名誉市民市民栄誉賞統計資料広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。